巨大な王国がまあ10人ぐらいで,運営されてたとでも、ある時から、おそらく一部の王から不満が出てきたと思っていて、D の王国っていうのは結構完璧な国であるべきだと思うんですよ。すごい極端に貧乏な人もいなくて、極端な 略奪とか暴力とかもないような、そうじゃないとやっぱりワンピースの物語上ちょっとおかしなことになっちゃうかなと。D の王国がめちゃめちゃな国だったから世界政府が倒しただと、そうですね、の D の一部が来た。はいはいはい。どっちが敵か来方がよく分かんなくなっちゃう。ってなると、中心部にいた王の一部がテクノロジーも発達しているこの国で暮らしていく人民たちに対して、この暮らしの恩恵を受けるならば、その代償に主君に対して見貢ぎ物をするべきだっていう考えを持ち出すと。ま 不満を持ってきてで、そっから、略奪というか、戦利品を取り出すんじゃないかなと。王国の一部のものが、貢ぎ物を渡せといろんな D の王国の周りの国々だったりに飛び出してって。 で奪っっててていいいくんじゃないかなかと思つまり、D の王国の中心部の奴らが全員いい人だとは限らないんです。まあ、これがちょっと黒ひげと関わってくるんですけど、まあ、支配したいと思う人たちが現れて、それに対して周りの民衆たちや国々が D の王国に対して不満、何こいつらひっくり返したいと思い出すと。はい、なので、巨大な王国の不満を持つ勢力、とその巨大な王国の外の国々も手を組んだと。で、国を革命しようとしたんじゃないかなって思って 思っててでも巨大な王国って多分めちゃくちゃ強かったと思うんですねまあ、ニカのもし血を受け継いでるのか思想だけを受け継いでるのかわかんないんですけどニカの何かを受け継いでる勢力がいるのでまあ、かつおそらく巨人族っていうのもその中心にいたと思ってるんですね。はい、ルナーリア族もそうだし結構強い戦力がいたとしかも科学技術も発展しているっていう考え方なんですよね悪魔の実に、はい、ニカの能力者がいたかもしれないし古代兵器も持ってたかもしれないしっていうことですそうですなんですけど結果的に反 反対勢力が勝って、苦悪の100年の間にニカの存在や巨大な王国の存在やまたその意思を受け継ぐ者の存在を抹消したっていう、それが苦悪の100年に起きたことなんじゃないかな、はい、でですね、ここでなんで D の王国が負けたのかっていうところにイム様が関係してくるんじゃないかなと。でこれがですね、若干ドロピザさんの話と。 ちょっと近い部分があるんですね。はい、僕、あの、イム様のシルエットを見たときに、女性だなって思ったんですよ。特になんか肩幅もないんですよね。で、ズルズルとマン引きずってる状態。はい、800年前の出来事にイム様っていうのは何かしらすごい関係しているっていうのは、みんな思うと思うんです。じゃあ何と関係してたかっていうと、やっぱりジョイボーイと関係してるはずなんですよね。はい、で、ジョイボーイと、あと、ズニーシャってなんか過ちを犯したじゃないですか。僕は役目を果たせなかったよりも、もっと致命的な何かを犯したって、はい。 気がするんで、すよでまず、なぜか人魚姫に謝罪文を送ってますよね。それもなんだろうって思いませんで、あと思い出してほしいのは、イム様が黒ひげトルフィの写真を切り刻んで、で白星の顔にバシャッとナイフが。はい、で、ビビの写真はなんかこう手に持って見てみると。るはい、これは何かの意味があるなって思ったんですけど、すごい、あの、曲、 なんだろうな。すごいうこと言うと、ジョイボーイとイム様は愛し合っていたんじゃないかと思うんですね。まあ、つまり巨大な王国の王妃みたいなポジションがイム様だったんじゃないかなって。だけど、ジョイボーイは自由な人間だからいろんな国々に行くじゃないですか。そこで、当時の人魚姫とすごい仲良かったのかなって。で、ジョイボーイ自体には恋愛感情っていうのはなかったんだけど、イム様からしたらそれがすごい嫉妬とか、 その憎しみっていうのがいずれそのジョイボーイを殺すっていうところまで行く気がするんですけど、はい、それが結局さっきの DA の王国の反対勢力の味方になるわけですよ。で、でその時にミスを犯しただろう存在っていうのがズニーシャだったものだと思っていて、まズニーシャって何っていう話じゃないですか。ズニーシャって何かなんでジョイボーイの仲間らしいっていうで。ジョイボーイの仲間で、で、なんかをやっちゃって ってずっとと歩いてるとでこれはジョイボーイの仲間としていたその誰かが彼がイム様にいつもジョイボーイと人魚姫が仲良くしてた話をしたりしてたのかなって。 ここポイントが告げ口じゃなくて、すごい純粋な気持ちで話してたと思うんですよ。告げ口じゃないんだ。はい、告げ口じゃないです。当時の人形姫との、まあ、いろんな冒険の話をイム様にしたいんですよ。ルニシャからするとで、今日はこんなことをしてきたよ。みたいなことをワンピースではチョッパーみたいな感じで、無邪気にイム様に。今日も人形姫とすごい。ジョイボーイ仲良さそうだったみたいな。話して悪気はないってこと。<の>悪く<意>悪,悪意がないっていうのが大事なポイントなんです。はい、その嫉妬っていうのがこの戦いに結びついていると思っていて。イム イム様にズニーシャが言ったのかもしれないですけど、まあ、ジョイボーイの弱点とか、あと本来伝えない方がいい、そのジョイボーイを倒したい勢力からすると知りたいようなジョイボーイの弱みってイム様、はい、もしくはズニーシャってよく知ってると思うんですよ。はい、それが原因で 王国は負けたのかなって思うんですねつまりめちゃめちゃ近いところにいる人間にしか知りえないような弱みとか情報とかっていうのがもう外部にバレてしまってそこを疲れて本当は勝てるはずの戦争に負けてしまったっていうもしかしたらそれが古代兵器の存在かもしれないしワンピースって恋愛描かないで有名じゃないですか最終章でもしかしたら来るかなでもそう考えるとだから描かなかったのかっていう言い方ができるじゃないですか大事なところだからこそ今まで描かずにだからその 基本的ににイム様っっててていうのは人魚姫に対してめちゃくちゃゃくを持ってるんですよだからあの写真に白星にはナイフを突き立てたあれってすごい女に対する恨みみたいな感じでそうだな確かに言われてみればででもビビに対しては多分そういう印象を持ってないのかなって気がしていてってことはもしかしたらイム様っていうのはもともとアラバスタ王国と何か関係が あるのかもしれない。<わ>要は自分のもしかしたら血筋のすごい自分と血の繋がってる王女がこんなに大きくなったのねみたいな感じで見てる可能性もあるのかね。はい、会えはしないけど。会えないから写真でしか見れないけどっていう。はい、で、まあ、戦いが終わって破壊されて巨大な王国の技術っていうのはそこで途絶えたのかな。はい、ちょっと僕、ワンピースっていう物語の構造についてちょっと話したいことがあって、小田先生という人間が書いてる物語ですよね。はい、ワンピースっていうもの、一個の建物だと、はい、 ととにその外装は、はい、まあディズニーーを中心とした、まあ、エンンターテイメント作品だと思うんですよ例えばワの国だったら時代劇ですしそれぞれの島でなんかモチーフになってるエンタメ作品があるような気がするんですねはい3大賞が、まあ、俳優さんの俳優さんとかだったりそういうエンタメ作品からのいろんなものをオマージュしてるのがワンピースの外側だと思っているんですけど、はい、歌舞伎とかあったり落語とかあったり、はい、もうそれこそ本当にエンタメの集合体みたいな はい、そんな感じはしますよね,すね見てるとやっぱりディズニーっていうの影響がすごい大きくて世界最高のエンタメじゃないですかディズニーってそうですねまあそれをまあ外側ですね外観にしているとじゃあその建物の家の人と骨組みっていうのは何なのか、はい、まあ大黒柱みたいなものですねそれがですね、まあ、世界中の神話特に聖書を中心にした海外の神話だと思っていますはい、いろんなものに影響は受けてるけどストーリーとしてはかなり聖書的な部分、はい、ギリシャ神話日本 各国の神話をもとにそのストーリー展開っていうのが作られているんじゃないかなと。はいえー、聖書っていうのは世界で一番売れている本ですし、すはい、まあ最も長く語り継がれている物語でもあるし、はい、そのエンタメと合体させればまあ最強なわけですね。で、その建物の中に置いてある家具が何かっていうと、何百年間もまあ日本を含め世界で語り継がれてきた童話や偶話ですね。まあ、ジャックと豆の木とか、桃太郎とか、はい、浦島太郎の玉手箱とか、そういうものをその中に置いているんですね。 その建築士は尾田先生その家を怪しげに照らすライト照明器具に当たるのが都市伝説や世界中のミステリーだと思ってるんですよ。う、はい、<laughs> まい,いこと言うな分かりやすく言うなそう考えればあまりにもワンピースを発想のもとを理解するのに必要な教養っていうのが多すぎるがゆえに、はい、その答えにたどり着くことっていうのがなかなか困難だっていう話になってくるんですよね。かつそのののいろんな物語を取り入れては尾田先生の頭の中で 分解ししてまたた再構築したりすするんですよなので、この神話だと、こっちが善でこっちが悪みたいなものを逆にしてみたりとかっていうことを先生すると思うんですよ。まあ、都市伝説っていうのがなんで、そのワンピース考察において必要かっていうのは、その、フランス革命の話が一番有名ですよね、多分、はい。そうですね。え、5月5日がフランス革命で、みたいな。まあ、あとは、まあ、テンプル騎士団のジャック・ド・モレーの骸骨っていうのが、ジョリー・ロジャーの元っていう素なとか。はい、まあうう、 に分かかれていくとか絶対にオマージュしてないとおかしいものが、はい、根幹になんかそれが繋、はいえー、がっているような感じがありますねこれちょっと不思議な話なんですけどワンピースの D の石と都市伝説の D の石ってどっちが先かっていうのを多分言及した人っていないと思うんですね実は都市伝説業界でも D の石っていうワードって結構すごい有名なワードででもちろんワンピースの中でも D の石っていうワードはものすごく有名だと思うんですねじゃあどっちが先かっていうと僕の子供の時から両方同時に見てきてるんでその感覚から言うと まずワンピースなんですよ。えワンピースの D の石の方が早いんですか？都市伝説界の D の石より。都市伝説界におそらくそれまで D の石っていうワードはないです。え僕結構いろいろ調べてきてますけど、はいその,そのワード見たことないです。俺の感覚的には都市伝説界の方が当然先にテンプル騎士団の方で言われてたんだろうなって思ってたんですけど逆なんですね。多分逆ですね。まあ、こればっかりはでも一個なんかその前にそういうものがあったっていうのが出てきちゃったらひっくり返っちゃうんで断言はできないんですけど。なるほどなるほど、はい、ワンピースの D の石っていう。 のを面白いと思って都市伝説の人がま取り上げたとそれと貴族たちの名前についてた DE まあ、ウォルト・ D ・イズニーとかまあ、そういうのを都市伝説とミックスしたと思うんですねその後にっ,ほどっていうことは尾田先生っていうのは最初 D の石をつけるときにどっから D を取ったかっていうと貴族の DE だと思うんですよ DE、はいはい、って2つの意味があって何々出身のっていう DE と貴族ですよっていうその印が d だったんですねでも その後、フランスで、その、貴族っていうものが廃止された後に、その DE っていうのは付けちゃダメになるんですよ。なんで、ある時期までの人だけの名前に DE って付いてるんですね。なるほど。小田先生はもしかしたらそこの面白いと思ったのかもしれないですね。なるほど。なので、実は、小田先生がやって、D の石っていうワードを出して、都市伝説界がそれを面白いなと思って取り上げて、で、それを小田先生が見て面白いなと思って被せてきたぐらいの感覚ですね。な,なるほどなぁ。多分。いや、それどっちも見てないとわかんないですからね、その感覚は。 そのワンピースもちろんリアルタイムで読みながら、はい、都市伝説で D の石っていうのを見たときに、あ、これワンピースのやつじゃんって思ったのを覚えてるんです。僕、その、まあ、大人になって昔の書物とかもたくさん読んできた中では、その、ワンピースの D の石っていうのが出てきたのは多分2002年とかですかね。キルルクのところでですよね、多分。最初にドクタークレハが言ったのが多分最初の生きていたのか D の石はが。はい、多分2001年とかくらいだと思うんですよ。って考えると、それ以前で D の石ってワードはなかなか ななんか僕はちょっっと見つけられてないっていいうで小田先生がだから都市伝説にも影響を与えてるし、はい、っていうことですよね。で、まあ、小田先生がまあ都市伝説いろいろ取り入れててもちろんそのフランス革命の裏にフリーメイソンありって言われてるじゃないですか。はい、はい で、まあ、フリーメイソンの基本思想が自由平等博愛。まさにルフィを体現するような言葉なんですよ。ルフィがまさに目指したい世界なのかなと思っていて、はい、で、ルフィの誕生日がフランス革命の日。であるから、ルフィっていうのはフランス革命というものをモチーフに作られたキャラクターなのではないかっていうのは、まあ、定説としてあって。